今回は一つだけある仲間外れを当てるクイズです。脳を活性化させ、ぜひ全問正解を目指してみてください。それでは早速やってみましょう。1問目です。次のうち仲間外れはどれでしょう。終了です。正解はスズメでした。白鳥、ヤギ、カニは星座の名前で存在しますが、スズメ座はありませんよね。最初の問題でしたが、ウォーミングアップはできましたか？それでは次の問題に行きましょう。2問目です。次のうち仲間外れはどれでしょう。終了です。正解は高いでした。重い、硬い、軽いは前に口がという言葉をつけると慣用句になりますよね。ひらめくことができましたか？3問目です。次のうち仲間外れはどれでしょう。終了です。正解はレインコートでした。ミノムシ、サンタクロース、タンバリンは焼肉のメニューの名称が含まれていますが、レインコートは違いますよね。これは少し難しかったでしょうか？無事にひらめきましたか？それではおまけの問題です。次のうち仲間外れはどれでしょう。タイムアップです。この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、わからなかった方はチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。